はい。皆さん、こんにちは。本日はフィリップ一世やってきます。よろしくお願いします。よし、来たと。今日はね、有名のコロな話が出てきますぞ。ノルマンディーうやら、カノッサの屈辱やら、あるいはクレルモンの教会会議やらとね。これはメジャーなイベント連発の会になりますね。さあ、久しぶりにこれ忙しくなりそうだぞ。 ここどうかんでるんだっていう話ですよねこれまでのカペイチョウの王様ちょっとあんまり頼りなかったですからねここで一気に跳ね返してもらいたいわフィリップ一世さあ皆さんと味わっていきましょうまず名前ですよねフィリップっていう名前実はこれねフランス語っぽくないんですよフランス語のフランスの王様といったらねもうルイ アンリ、シャルル、ね、こう来るでしょ。ところが、フィリップですからね、これは、実は、このギリシャ語で、馬好きっていう意味もあるらしいんですよ。誰か馬が好きだったんだな、馬が。だが、もっとね、こう、たどると、この人のお母さんがですね、この、まあ、キエフ公国、キエフ大公国から来た人でありましたと。まあ、フランスから見るとかなり東方になりますよね。 で、この東方といえば、権威あるところといえばね、もう東方ビザンツでありますし、さらに遡れば、あのアレクサンドロス大王の時代とか、その時代にもこういう名前が結構使われていたということらしいんですよ。ということで、このフィリップ一世の親父のアンリ一世がですね、ね、もう自分は、 母ちゃんというか奥さんをそのキエフ大公国東方からもらってきてそこでできた子供だからもう東方の異国情緒あふれるね、そういう血筋も入ってるんだぞということをほのめかすようなね、そういう名前になってるというふうに言われてますね。フィリップ一世。さあこの人のの人人生どうだったのか 早速見ていきますか。1052年に生まれましたよと。そういうことで、親父はアンリー一世ですよと。ところが、この親父がですね、早くも、まあ、フィリップ一世が7歳、8歳ぐらいの時にね、亡くなっちゃうんですね。7歳、8歳ぐらいの時に、崩御をしてしまいますので、さすがにね、これ、王家のものといえど、 7歳8歳の少年では政治はできないということでここで摂政をつけるということになります摂政、まあ、はどこの国でも割とねこう幼い王様なんかにはつけるんで、えー、これをしっかり、えー、この家庭庁でもやっていきましょうということになりますねここで摂政についたのは例えばフランドル博のボードワン5世という人であったりあるいはこのフィリップの母ちゃんね母ちゃん先ほどのアンヌね アンヌがもうこう女性としてね、もう私もしっかりやらせてもらいます、なんつってね、こう女性初のセッションにこうなったりして。さあ、その体制が、あー京都出るか、吉と出るのか、見ていきたいと思いますよ。と前にね、その前に、さあ今日はここのところ行きますかと、その前にというのはですね、ちょっとね、話がフランス国内からややね、ちょっと飛び出て、 イギリスとの関係にこうなってくるんですよ1066年ヘイスティングスの戦いがありましたとこれはねフィリップ1世が直接戦ったあその戦いではなくてですねノルマンディー公業務という人が戦ったそういう戦いなんですねということで今日はこのノルマンディー公さあ見ていきますよ。ノルマンディー港ね前回は このブルゴーニュ港をね散々こう味わってこうブドウの味をねカミ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 しながらやってきましたから今日はちょっとイギリス風でいきましょうでここのところも,もうフィリップ1世とまるっきり関係ないってことはないですからね例えばさっき言ったこのフランドル博ボードワン5世っていうこの摂書をついたでしょその人のこう娘がこちらのノルマンディー港の,の方にねこうお嫁さんに 突いで行ったりしてますから、まあ、結構関係もあるところなんですねただこのノルマンディー公はねグイ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 この後力を持ってねあの王家を脅かす存在にまで、ね、これなっていっちゃうぞっていうのがこれ問題なんですよねこの先にね、まあ、さらにこの百年戦争のとこまでこう続いていく話になりますからこれ結構重要ですよここしっかり押さえていきましょうね そもそも、ノルマンディって何なのっていう話ですよね。ノルマンディとは、まあ、ノルマン人のっていうことなんだが、そうかと、このエリアだけ、なんか違うんだなっていうことなんですね。この、まあ、カペー町の、まあ、今のフランスの中で、ノルマンディっていうとですね、だいたいパリから見て北西のこの辺りのエリアね、それこそイギリスに近いエリアですよ。イギリスに近いエリア。で、ここはですね、 えーまあ、ノルマン人たちがこの猛威を振るっていたのがですね、まあ、9世紀、10世紀あたりで、まあ、ヨーロッパ全土でねこうノルマン人たちがま悪さしてたんですよ。で この西フランク王国当時の西フランク王国の王様たちもこれかなり手を焼いていたのがノルマン人たちでありましたと、まあ、あのシャルル三世ねシャルル三世っていう人がいましたとでシャルル三世っていうのはまあフランク王国のまあ王様なんですけどこの人たちがガチンとね このノルマン人たちを撃退したたんですねただ、撃退はしたけど、そのまんま放っておくとですよ、またこうやってきて悪さするから、そうしないように分かったと、このエリアをね、あんた方に、えーまあげるあ,まあげるっていうか、まあ、住んでいいってことにしたんですね、住んでいいから、もう悪さするなよと、こういう和睦に持ち込んだという、まあ、それが起源になってますかね。 でそれでいつしかこの辺りがノルマン人のということでノルマンディーとこう呼ばれるようになってそのお子孫にこのノルマンディ公業務という人がいたという話になりますでノルマンディ公業務ねこれフランス語読みなんですね業務っていうのはでこの人がイギリスに行くと何と呼ばれるかこれがウィリアムに変化すると でこ,のこの人こそはこの後ここで王朝をねノルマン朝を開いてウィリアム1世そしてこの征服をイギリスをここで征服しちゃったから、ねえー、この征服王なんていうふうに呼ばれる人でありますよさあこのですねヘイスティングスの戦いで まあ、その前までは、このエドワード・ザンゲオっていう人はですね、イギリスで、まあ、王様やってたんですけど、まあ、ザンゲオはなんとなくこう頼りがいはなさそうな名前ではありますよね。で、確かにここはですね、その、まあ、政治的な手腕はちょっとクエスチョンマークだというふうに言われているんですけど、まあ、信心深いね、信心深い人だったからそういう名前がついた。 あっていうことらしいんですでこのエドワード・ザンゲ王がいずれにしてもねこの後継者がいなかったんでそれで周りがもうこうまたあたふたしちゃうんですねでこのイギリスにノルマンディがこう近いということもあってですねこの互いの往来があったと互いの往来っていうのはそういうザンゲ王とこのノルマンディ公業務がですね親交があってで、えーまあ、次の王様はあ「お前業務やれ」と。 いう,ふうに言われたとか言われないとかね、まあ、そんな話の中でですねじゃあまあそうやって約束してもらったんだったらこのエドワード惨玄を亡くなったんだったら俺がやるぜとこういう形になってこのノルマンディー公がですねノルマンディー公っていうのはだからこのフランスのまあ国王の一応進化ではありますよねフランス王の進化なのに今度はもう イギリス取っちゃうぜなんつってねここはすごい勢いでねこういっちゃうんですよで他にもですねこのそうやすやすとねこのイギリスをそんなフランスのねここでもないやつに手渡すわけにはいかんつってですねこのエドワード・懺悔王の、まあまあ、家族っていうか、まあ、その一族がですね、まあ、それをこう止めようとする。 まあそこのところで起こったのがこのヘイスティングスの戦いでございましたぞと。で、これに勝っちゃうんですね。これにですね、この業務が勝っちゃって、よっしゃと、これいただきました、このイギリスさんということで、ノルマン朝が成立をすることになりで、これ以後ですね、このイギリスは外国勢のこの侵略で王朝が開かれることはないと。 いいいうふうふに言われれてますかからいややこここ相当でかいことったなこのノルマンディー以降っていうとねあんまり意味がわからないでしょ。なんでノルマンディーなのノルマン人なのねでなんかフランスと関係があるぐらいまではこう説明されるけど元をたどるとそういうことですよ。ノルマン人たちがフランスにまず拠点を作ってでそこからガチーンとこう。 イギリスに攻め上がるような形を取ったとでもここはね破竹の勢いでじゃあもう一気火星にこの業務行きますかっていうことになるんですねそこのヘイスティングスの戦いで勝ったからといってねまだまだこの不満分子は各地に残ってますからそういうのをこう片っ端からこうやっつけていかなきゃいけないから例えばここの1072年アバネシーの和訳っていうのがあったりしてですね えー、周りの国々もね、こう注目してるんですよ、こう、今、イングランドやばいことになってるぞ、つってね、で、スコットランド王とかですね、で、デンマークの王とかがですね、そんなフランスの一派に、これ、国を取られてたまるもんか、つってですね、このイギリスのもう残存貴族をですね、こうサポートしたりして、うわーってこう、またやってくる、そこをまた制圧する業務が、だね、しっかりバちンとこう返して、そこは。 そしてこういう和訳を結んだりしていいかと、ねもうこ。これからはもうこの業務がやるから。で、お前たちは進化だと。そこのところをわきまえないと。またやっつけちゃうぞと。こういうことですよね。いや、たくましいな、業務。すごいぞ。で、まだやることはどんどんとあると。例えば、あそこの新しい土地を今度収めることになったから。 で、そこでどういう体制を、統治機構をね、築いていくかっていうと、そこの元々いた貴族たちはまたね、そうやってこう反乱を起こすかもしれないじゃないですか。だからできるだけこう散り散りにさせてね、どっかお前は行けとかやって。で、重要なところには、そのノルマンの力、だからフランスの力こう家臣団連れてって、で、そこのところでまた領土を与えて、で、まあ、いざ戦争かなんかあった時には、 ちゃんと自分のところについて戦うようにということをやってここで封建制度が確立をされていきますぞということでありますしでそうやりながらイギリスの中もしっかりとね、こう束ねて、えー、貴族も束ねるけど自分の領地横領も増やすもうこの辺りでも横領はですね、イギリスのもう5分の1ぐらいにまで行ってたっていう話なんですよおっと ここで比較すべきがこのフランスだな、このカペーだな、業務一気にイギリスの5分の1横領にしちゃったっていうのに、まだこの時点でね、5分の1なんて到底いかないぞ、このカペーのフィリップ1世のご時世には。これ、すごい勢いだということでありますし、まあ、他にもいろいろとやることやりますからねというのがね、この業務なんですね。 でえーまあ、教会の方にもしっかり幅利かせていただきましょうかということで息のかかったものをこのカンタベリーの大司教に任じたりねであるいはこのカンタベリーの大司教カンタベリーの大司教って言ったら相当すごいですよこの大司教とあとこのヨークの大司教がこう争っちゃったりしたらねこの「それはカンタベリーだろ」うとか言ってねでここのところでこう肩持ってでもう発言権を強めて まあ、ここのところはね、ちょっとそれを煙たく思ってる人もいるんですね、教会側は煙たく思ってますよ、まあ、それでもね、まああのー、そこにぐい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 と差し込んでいくこの業務、ね、たくましいと、さらにやったことといえば、まあ、いろんな改革やったんですね、この人は、もう王朝を立てたら、もうスタートが大事ですから、スタートが。ね で、この人はそういう司法制度なんかも見直したりあるいはここが有名ですというのが「ドゥームズ・デイ・ブック」かっこいいな「ドゥームズ・デイ・ブック」って何だかっつったらですねこれはあの土地台帳なんですね土地台帳最初の土地台帳と言われてます土地台帳って言えばねなんだかあの響きが普通っていうかダッサみたいな感じするかもしれないですけど「ドゥームズ・デイ・ブック」だと。 言えばです、ね、なんかパリッと背筋伸びちゃうな Book これがあることによってですねあのその土地で、まあ、どれぐらいの税金がこう上がってくるかが分かるしそれを強いて言えばですねそこでどれだけの軍事力をこう上げることができるのかを把握することがこうできるんですねこういう重要なことをやったりあるいはソウルズベリーの先生 これも名前かっこいいな、ソールズベリーの先生ですから、全貴族にですねあの、俺に従うようにね、ねそういう儀式をやる、先生しろと、でこの儀式がですね、後々の、えー、このイギリス国王のこの儀式につながってくるんですね、全貴族に、もう自分に従えということをやらせると、いや、すごいわ、これは、業務、やり手だわ、ね。 またフランス王と、ね、今回このイギリスの講座じゃないからね、イギリスの授業じゃないですから、フランスの、まあ、王様の話の一環でやってるだけなんで、まあ、フランスとじゃあ対比してみましょうと言うとね、どうですかまあさっきの話もあるけども、例えばソールズベリーの先生、これやりたいね、やりたい。この前のこのオルレアンでね、えー、アンリが、アンリ一世が、 じゃあ会議開くから、諸侯会議開くから、ちょっと集まってくれって言ったらですね、もうブローハク、俺行かねえとか言ってね、やってましたよ。いや、これだ、どういう状態ですかね、フランスはね、心配だな、やっぱ業務すごいな、アバニシーの和訳、ねえー、ちゃんと貴族を平定し、教会も抑え、土地台帳を整備し、軍事的なあ基礎を確立をして、 そして諸侯たちをまた束ねながら次の時代に向かっていくここがもうねこれじゃないの本当にカペイに求められてるのはさあそうは言ってもねやってくれるんじゃないですか今日の主役フィリップ一世さあ見ていくぞということにしましょうフィリップ一世がきっとやってくれるどうだということで1067年話が戻ってきました申請を開始します 申請っていうのは、まあ、自分が単独で、ね、接種をなくして単独でやってきますと、なぜなら、もう自分が成人になったからですということですよね、まあ、成人って言ってもまだ15歳ぐらいなんだけど、まあ、この時代ですから、やってきますか、ああ申請を開始しますよ、実際ね、ここでフィリップ1世の時代はですね、あのそれまでにない、ね、ユーグ具カペそれからロベール2世。 それから、アンリ・一世と、これまで3代こう来たけど、ちょっとなーっていう,そう時代だったじゃないですか。それと対比するとですね、おっと、来たぞというね、いうのはここあったんですよ。このまさに、このノルマンディ公業務と、これ、肩並べてほしいですよね。ノルマンディ公業務と、これ、肩張って、これ、やっていくんじゃないかと思われる兆しがあったということなんですよ。